皆さんこんにちは、武田塾の清水です。今回は兵庫県塚口駅にやってまいりました。武田塾塚口校、一体どんな校舎なんでしょうか。早速行ってみたいと思います。教室の方に到着しました。早速入っていきましょう。こんにちは。こんにちは。塚口校の杉山先生、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速いろいろお話を伺っていこうと思います。ではまず自己紹介をお願いいたします。はい、武田塾塚口校の杉山と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではこの武田塾なんですけども、改めてどんな塾なのか教えていただけますか。はい、武田塾塚口校では参考書をバリバリ進めていってもらいます。お、塾では、はい、その徹底管理、徹底サポートを行います。具体的にはどんなサポートをしてくれるんですか。まず一つ目に、やることを明確にします。志望校に向けて、明日この範囲をこうやって勉強しようね、明後日はこの参考書をこうやって使ってこうやって勉強していこうねっていうことを細かく明示して、それを実行してもらいます。なるほどなるほど。それの方が勉強しやすいですよね。間違いないですね。それでは続いて、武田塾塚口校の校舎としての魅力は何になりますでしょうか。はい、それは圧倒的にポジティブな講師が多いという点です。ポジティブな講師はどういうことなんでしょうか。阪大、新大、公立大、官官同一の学生が多いので、勉強は得意なんですが、コーチングもすごい得意です。なるほど。コーチングってのは具体的にどういうところが上手い先生が多いんですか。1週間勉強をしっかり頑張ってきた生徒に対しては、よくやったね、すごいねと、これを続けていこうよ、そういうふうに声かけをしてくれます。できなかった子に対しても、これをこういうふうに改善したらもっと上手くできるんじゃないかと、来週はこうやってみようよっていう提案ができる講師が多いです。なるほど。じゃあ勉強がまあ得意で、まあ、それを導いてくれるのはもちろんとして、まあ、コーチというかモチベーターみたいなところで、すごいポジティブな人が多いってことなんですね。はい、あ、いいですね。わかりました。それではこの塚口駅なんですけれども、はい、これはどんな駅で、どんなところから生徒さんが通ってくれるかとか教えていただけますか。尼崎市のベッドタウンになっていまして、関関同立や、神戸大、大阪公立大を目指す生徒が多いです。あ、現役生が多いんですね。高校はどの辺の子が多いんですか。尼崎北高校や尼崎小田高校、向こうの層総合高校などの公立高校や、三田学園や紅葉学院の私立の生徒さんも多いです。でまた通信制高校の生徒さんも多いです。ああ、そうなんですね。ちなみに志望校としてはどの辺を目指す生徒さんが多いんですか。やはり関関同立、新大、大阪公立を現役で狙う生徒が多いです。ああ、なるほど。結構現役合格ってなってくると、それこそ高校とかとの兼ね合いとか部活とかとの両立が忙しいと思うんですけど、そういう生徒さんとかも結構いますか。そうですね、はい、部活している生徒が多いです。なるほど。だから部活が大変って言ってる生徒さんはどんな感じで受験勉強乗り切ってくるんですかね。そうですね、私はもう毎日部活終わりに自習室来てねと、はい、でちょっとでも勉強して帰ろうと言っています。なるほど。じゃあ部活終わって家帰って寝るんじゃなくて、しっかり自習室で頑張ってから帰ろうと、そうですね、いうところをまあ徹底されてるんですね。はい、分かりました。それでは最後に、杉山先生が今後塚口校どんな校舎にしたいか目標を教えてください。はい、志望校に必ず合格できる、そんな校舎にしたいです。そのために勉強を全力で頑張れる環境を提供していきたいと思います。それではこの後ですね、また講師の方や生徒さんにも直接お話を伺えればなと思いますので、お願いいたします。お願いします。それではまず自己紹介お願いします。塚口高校師のイースミンです。大阪大学史学部に在学しています。普段は国語、英語、数学、物理を教えています。先生は普段指導されるときにどんなことを意識されてますか。特訓中に復習の質を意識しています。初めて学ぶことができないのは当たり前だと思っているので、間違えた問題をまた間違えずに次解けるようになっていることが大切だと思います。じゃあそのために1週間どう勉強してきたか、どうノートに復習してきたかをチェックして、もし小テストでうまく点数が取れなかったときは一緒に復習方法を見直して次の復習につなげるようにしています。結構細かくノートチェックとか、それに基づく課題の改善とかをされてるんですかね。
はい、わかりました。続いてなんですが、先生が武田塾での勉強であったりとか指導、まあ、特訓を通して生徒さんにこんなことを伝えたいなっていうものはありますか？私は入試という大きな目標のために毎日毎週コツコツ続けていけば目標達成できるということを伝えたいです。入試は定期テストなどと違って短期記憶とか一夜漬けを頼りすることができなくて、もうたくさんの公式とか単語をしっかり長期記憶として覚えて、その上でまた知識と知識をつなげて問題を解くことが求められるので、そのためにもしっかり毎週の武田塾の小テスト合格してもらって、完璧なことを毎日毎日こう積み重ねていくことで入試が合格できると思っています。それでは最後に先生の講師としての目標を教えてください。生徒にもちろん第一志望合格を目標にしてもらいたいです。入試合格は一日一日の集大成のだと思うので、一日一日の頑張りがしっかりできるようにサポートしていきたいです。わかりました、ありがとうございました。ありがとうございます。では自己紹介をまずお願いします。はい、塚口高校の南野幸喜です。同志社大学経済学部に在学しています。普段は英語、数学、国語、世界史を教えております。先生は普段の指導の中でどんなことを意識されてますでしょうか？生徒一人一人と話し合って、生徒一人一人が何が足りていないか、何が欠けているかを生徒と話し合って改善していこうと考えております。武田塾の勉強であったりとか、あとはその先生の指導を通してこんなことを生徒さんに、まあ、身につけてほしいなとか伝えたいなっていうことはありますか？長い長い受験生活の中で武田塾の特訓の4日進んで2日戻るというものを体現してもらうためにも、頑張って積み重ねていくことの大切さを生徒には知っていただきたいと思ってます。先生の講師としての目標を教えてください。はい、もちろん第一志望合格と考えておりますが、受験勉強を通じて勉強したことの大切さ、努力したことの大切さを生徒一人一人が感じてもらい、第一志望に進学することの大切さよりも何か努力したことというものの大きなものを得てもらえるように、生徒一人一人には感じてもらえればと思っております。わかりました、ありがとうございました。まず武田塾を知ったきっかけを教えてもらえますか？はい、武田塾を知ったきっかけは YouTube チャンネルで武田塾チャンネルを見たことです。その後受験相談に行ってみて、実際武田塾通ってみようと思った理由ありましたか？話を聞いただけで徹底管理されていることが伝わったので、10月からでも遅くないかなっていうふうに思いました。なるほど。実際通ってみて、なんか普段それまでの勉強となんかこの辺が結構変わってきたなって思うところとかありましたか？圧倒的に時間はもうすごい倍以上になって、1日でやる質も変わったかなっていうふうに思います。具体的になんか何時間から何時間ぐらいに変わったとかありましたか？入る前は平日で 3,4 時間とかだったんですけど7時間くらいにはなったと思います。なるほど。その2倍になった一番大きな理由って何だと思いますか？圧倒的にすごい宿題の量が多いのでそういうところだと思います。やらざるを得ねえみたいな感じね、はい、なるほど、わかりました。ではまず武田塾を知ったきっかけを教えてください。はい、両親から教えてもらったんですけど、通うことになったきっかけっていうのは高田文博先生の講演会が塚口校であって、でそこに参加して武田塾のシステムや合格メソッドについて伺ったっていうところで通おうと決心した次第でございます。なるほど。結構早めに受験勉強開始しようっていうふうに思ってくれた感じだと思うんだけど、はい、そのか思ったきっかけとかありましたか？もともと過去僕3回予備校通ってたんですけど、どの塾もその結構僕が怠惰なせいで予習復習とかせず、ひたすらただ塾行って授業聞いて帰って寝るっていう生活を繰り返してたんで、全然身につかなくて、でもやっぱり武田塾だとその普段の先生の手の及ばない塾外の学習意識っていうのを、まあ、底上げしてくれるので。なるほど。その辺が前の予備校とか結構、はい、通ってる感覚が違うなっていう、ね、はい、違うなっていう。わかりました、はい、ちなみに志望校は聞いても大丈夫ですか？京都大学です。わかりました、はい、それでは最後に志望校合格に対する意気込みを教えてください。絶対に京大に合格したいと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございます。杉本先生、こちらは何のスペースでしょうか？はい、こちら特訓スペースといって1対1で個別指導をするスペースになってます。1対1の個別指導というのは普段どんなことをしてくれるんですか？宿題の完成度や生徒の課題を抽出することをしておりますあと口頭質問で本当に参考書をしっかりと理解できているかをチェックする場所となっております。なるほど。毎週1対1でみっちりと確認してくれるわけですね。わかりました。続いてこちらは何のお部屋になりますか？こちらは面談スペースとなっております。面談スペースはどんなことに使うんですか？はい、塾生さんの進路相談や受験相談に使います。なるほど。あ、
ちなみに塚口校の受験生はどんなこと聞かれることが多いんですか？今何したらいいかわからない、うん、勉強が進まないっていう生徒さんが多いです。ああ、そうですよね。そういった場合にはどういうアドバイスをもらえるんですかね？まずその方のレベルを把握して、この参考書から進めていって、志望校に受かりたいんだったらこれとこれとこれとこれをやっていけば志望校には近づくよというのをアドバイスしています。なるほど。じゃあ何をやれば志望校合格に到達するのか、これは明確化してくれるということですね。わ、はい、かりました。続いてこちらは何のスペースになるでしょうか？こちらは塚口校の自習室となっております。はい、席はどれぐらいあるんですか？25席ありまして、学校帰りに自習に寄ってもらってます。開校時間はどれぐらいなんでしょうか？開校時間は月曜日から土曜日までの13時から22時まで空いておりますので、部活帰りなどにご利用いただければと思います。なるほど、わかりました。それでは最後に動画をご覧の皆様へ一言お願いいたします。尼崎市の高校生の皆様、いつでも武田塾塚口校にお気軽にご相談来てください。待ってます。